皆さんこんにちは、鈴の木です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回もいただいたお便りを紹介していきたいんですけども、今回はですね、視聴者さんのお兄さんがスポーツカーに乗られていて、そのスポーツカーを手放してほしいといった内容です。はじめまして。私の兄がかれこれ10年ほどスポーツカーに乗っています。兄は5年ほど前に結婚し、今は3歳の息子を含めた3人家族です。将来のことを考え、私は兄にスポーツカーを降りた方が良いと何度か言っているのですが、全く聞いてくれません。どうしたら兄を説得できるでしょうか。アドバイスお願いできましたら幸いです、といったご相談です。まず質問者さんがなんでお兄さんにスポーツカーを手放してほしいと言われているのかがわからないんですが、もしスポーツカーは危ないとか燃費が悪いといったイメージから降りた方が良いとおっしゃられているのであれば、それはおそらく質問者さんの取り越し苦労だと思います。スポーツカーもファミリーカーも今だと電子制御とか衝突安全性とかしっかりテストした上で国が決めた基準をクリアできるように作られてますので、ちゃんと交通ルールを守って運転している限り、別にスポーツカーだから危険だといったことはないと思います。逆に交通ルールを守らずに運転していればファミリーカーだろうが平気で命を落とします。で、どうしたらお兄さんを説得できるかということなんですけれども、結論から申しますと、質問者さんがお兄さんの意見に耳を傾けない限り、お兄さんを説得するのは無理かと思われます。いただいたお便りを見た限りですと、おそらく質問者さんは今自分の意見をお兄さんにぶつけてばかりで、お兄さんからの意見を全く聞いてないのかなと思います。だからいつまで経っても話は平行線のまま進んでいないのかなと思います。他人を説得させるために大切なのは、自分も相手に納得させられる場に立つことです。要は同じ土俵に立って話をするということです。今の質問者さんはそれができていないので、お兄さんからの意見に一切耳を貸さずに自分の意見ばかり押し通そうとしているのかなと思います。なのでまずは質問者さんがお兄さんと同じ土俵に立って、お兄さんの意見に耳を傾けてあげてください。で、お兄さん自身にスポーツカーに乗り続ける明確な理由があるのなら、別にそれ以上質問者さんが反論する必要も説得する必要もないかと思います。あとは僕からの提案として、スポーツカーは手元に残したまま、それとは別に家族と買い物や旅行に行く用のファミリーカーを1台追加で持つという案です。今あるスポーツカーは持ったまま、家族で使う用の車をもう1台増やしてみてはどうか、といった相談をしてみるのも一つの手ではないでしょうか。はい、今回の動画は以上となります。引き続き本チャンネルでは皆様からいただいた車に関する質問やご相談にお答えする動画をアップしてまいりますので、ご質問やご相談などあれば Twitter の DM か YouTube のコメントからいただければと思います。それでは今回はここまで。また次回お会いしましょう。